海と日本。鹿児島県薩摩半島の南端に位置する枕崎市。枕崎漁港には黒潮が育む豊かな海で獲れたカツオが水揚げされています。そんな枕崎の特産品が生産量日本一のカツオ節。市内には多くのカツオ節工場が点在し、カツオをいぶす香りが立ち上っています。そのカツオ節を通して出汁の魅力を世界に広げようと取り組む男性がいます。中原水産の中原慎二さんです。こちらがですね、うちの会社で扱っている商品でして、約20種類ぐらいございます。魚ももちろん枕崎というのは美味しいですし、その海の恵みを使ったいろんな料理とか加工品っていうのが枕崎には多いですので、その辺の魅力っていうのをこう伝えていきながら、海全体の魅力をこう枕崎でこう潮風とですね、あと鰹節の香りですね、それを浴びていただきながら、五感で枕崎味わっていただきたいなというふうに思ってます。生まれも育ちも枕崎という中原さん。幼い頃から鰹節を使った食文化に触れてきました。そこで取り組んだのが出汁文化の魅力を広めること。鰹節はとても繊細なので、本当にゆっくりゆっくりですね、入れていきます。うちの出汁教室はですね、結構世界中から受けに来て、本当にアジア、欧米含めてですね、あるんですけど、世界中の、シェフとか食通の方々が注目して、でわざわざ枕崎に勉強しに来ております。美味しいとかですね、そういう形で言っていただけるので、もう本当にこの鰹節っていうのは、もう世界各国の人が嬉しくなる、喜ぶ、食材といいますか、本当に素晴らしい食材だなと思ってます。こすと黄金色で透き通った一番だしの完成です。今日はですね、鰹節がやや控えめに主張しておりまして、優しくできております。もう昆布と鰹の海の恵みがたっぷり出ておると思います。やはり出汁には国境がないと思ってまして、海が国境がないのと一緒ですね。いろんな国とつながっていると思いますので、その日本の文化の、海の恵みの誇りである、鰹節ですね、それを使って世界中で、出汁の実演をやったりとか、各国の料理に鰹出汁の魅力をこう発信して、世界中をこう出汁まみれになっていただきたいなというふうに思っております。日本財団の海と日本プロジェクト、活動内容は公式ホームページをご覧ください。